ちは、矢野美希子です。今日はストレッチ動画を紹介したいと思います。綺麗な体を作るには筋トレだけでは成り立ちません。なんでかっていうと、筋トレってやっぱりその一生懸命やってる時にどうしても体がキュッてなってしまったりとか、あと筋トレを一生懸命やればやるほど筋肉ってやっぱどうしても硬くなってしまうんですね。なのでそれを続けていくと締まってはいるんですけど、結果ちょっと縮こまった体になってしまいます。で、私が綺麗だなって思う理想の体は、伸びることができて、しなることができる、内側からエネルギーがあふれる、張りのある体です。で、そういう体を作るにはストレッチが欠かせません。なので筋トレをした後は必ずストレッチをやってみてください。どちらもやることによって効果がアップし、綺麗の近道になります。私は小さい時にバレエとか体操とかをやってたわけではないので、20代前半までは本当に体は硬かったです。前屈をやっても手が床についたことなんてなかったし、開脚をやってもこれぐらいしか開かなくて、痛い痛い痛いって感じで、しかもこういう姿勢になると自然とこう後ろに、硬すぎて後ろに倒れてしまうような体だったんですね。でもそれでも10年かけて結構柔らかくなりました。まあまあ柔らかくなりました。なので毎日続けることが大切です。体っていうのは寝て起きるだけで結構硬くなってしまうので、朝起きてやるのとか、夜寝る前にやるのとか、気づいた時にやってもらったり、もうやればやるだけ、ちゃんと体は答えてくれると思います。私も10年かけて結構柔らかくなりましたが、さらに10年後はもっと柔らかい体を目指して頑張っていきたいです。なので皆さん、今日から一緒にさらに進化していきましょう。それでは、準備を始めていきたいと思います。お家にある、何でもいいのでバスタオル、バスタオルをご半分に折ってもらって、でさらに折って、また折ります。でこういう感じで何回か折ったら結構10センチ、15センチぐらいの厚みになるように、バスタオルを折ります。でそれをお尻の下に引いていきます。横から見るとこういう形で、なんて言うんだろう、普通に座るとちょっとこう腰がこうなっちゃう人とかもいると思うんで、腰がこう丸まらないようにこれをかませてあげると、なんて言うんだろう、こうちょっと腰がこう立ちますよね。仙骨っていうんですけど、仙骨をこう立てるイメージです。でこういう形でお尻の下にバスタオルを置いてください。で少し仙骨を立たせて、こうふってちょっとクイッと立たせるイメージで、でお腹に息を鼻から吸って溜めていきます。で肩を下げて首は長く、で最初の開脚のストレッチはこのポジションから始めていきます。でここから手を後ろについていきます。ちょっと体重、ほんの少しかけて、バランスをとっていきます。でこの状態から息を鼻から吸って吐きながら倒していきます。でまた起き上がったら吸って反対に吐きながら倒していきます。でこの繰り返しです。基本的に息は全て鼻から吸って鼻から吐いていきます。吸って倒しながら吐く、吸って吐く、
でこれを、左右何回にしようかな。じゃあ15回ずつやっていきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。では後ろにセットしてこのポジションからスタートします。それではスタート。吸って吐きながら倒していきます。吸って吐きながら倒します。吸って吐きながら倒します。吸って吐きながら倒します。すべて鼻呼吸でやってください。で目線は天井を見ながらやってみるのもおすすめです。より綺麗なアプローチができると思います。お腹に息をためて吐きながら倒します。で体も硬い人は全然これぐらいで終わってもらっても自分の体に合わせてやってみてください。でどんどん体が手が遠くに伸びていくイメージで、イメージがとっても大切です。自分はマシュマロみたいに柔らかいって思いながらやるのがおすすめです。呼吸は目いっぱい吸ってください。でスムーズにやっていってください。どんどん手が伸びていくイメージです。でラストです。はい、これで終わりです。それでは、次開脚のストレッチ違うバリエーションでやっていきます。また、自分の開きやすい幅まで開いてもらって、今回はこういうボールを用意します。でボールがない場合は手でも大丈夫です。で、強度的に言ったら、これが一番簡単です。でこれが難しい。でテニスボールとかになるともっと小さいのでもっと難しくなります。なので今回はこれはやめて、こっちの一番優しいこれぐらいの大きさのボールにします。まあボールなら何でもいいです。ボールがなかったら手で大丈夫です。でどういう動きをやるかっていうと、まずここに置いてもらって、まず最初は時計回りでボールを体の周りに転がしていきます。こうやってコロ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 転がします。でこれで1回目です。でこれを時計回り10回、反時計回り10回っていうのをやっていきたいと思います。でボールがない人は、手をこう回していってみてください。それでは始めます。よーいスタート。コロ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 
2回目で、これは小さいボールだとやっぱり高さが低くなるので、こういう時により難しくなっていきます。で、上半身は肩とか首とかはなるべくリラックスしてもらうことがポイントです。で、これ結構その肩甲骨もほぐれるので、肩周りとかも結構楽になる動きになります。で、呼吸も止めずに鼻から吸ってお腹にためてゆっくり吐いていきます。それの繰り返しです。ラスト2回ちょっとスピードを上げてやっていきます。よいしょ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 、はい、時計回り終わりです。じゃあ次は反時計回りいきます。コロ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 、よいしょ。これ結構楽しいんですけど、楽しみながらでも意外とすごく効きます。よいしょ。で、呼吸は止めずにやってください。肩もどんどんほぐれていきます。どんどん手を、伸ばせる人はどんどん伸ばしていってください。ボールをどんどん離して行ってみてください。終わりました。それでは最後、開脚の最後のストレッチになります。ボールか、さっきお尻の下に挟んだ小バスタオルとか、まあ、何でもいいんですけど高さが出るものを、用意してもらいます。そして、また足を広げていきます。で、何をするかっていうと、こう前に出していきます。まあ、ボールだとすごくスムーズに転がっていくのでとってもやりやすいです。で、バスタオルの場合はこうやって、まあ、こういう感じで雑巾がけしてるイメージでやっていきます。これを前に倒すのを10回やっていきます。私は今回ボールでやります。それではいきます。よーい、スタート。これも上に来た時に吸って吐きます。吸って吐きます。吸って吐きます。目いっぱい吸います。で、吐きます。吸い込んで、ラスト吐
はい、これで終わりです。でそれでは、観客でずっと足を開けていたので、股関節を、締めていきたいと思います。ずっと開きっぱなしだったので、そのままで終わるのはちょっとバランスが悪いので、最後股関節を締めていきます。でやることは、後ろに手をついてもらって、首は長く肩は下げます。そして、足をこれぐらい開けてもらって、こうやって倒していきます。でこれで右左で1セットです。でこれを10回やります。ポイントはこう倒した時に、こっちの左足、立ててる足がこうならないように、こっちはもうこう締める。そうするとすごいキュッとなります。それではいきます。よーい、スタート。立ててる足が開かないことによって、すごく股関節が締まっていきます。そして伸び感もあります。ストレッチすごいされてて気持ちいいです。この時も呼吸は止めません。吸って吐く、吸って吐く、吸って吐く、吸って吐く。ラストです。吸って吐きます。はい、 OK です。それでは最後のストレッチになります。最後は足の裏と裏をくっつけて、こういう姿勢になります。で手は足を握っていて、姿勢はまっすぐですね。肩は下げ、首を長く、また鼻から吸って、体に呼吸をためます。でその状態から足を軽く振っていきます。どんどん体がリラックスしていくイメージです。それではこれで全部のストレッチが終わりました。皆さん、ストレッチ動画いかがでしたか？本当に開脚すごくこの辺伸びたと思います。これからもたくさんのストレッチ動画を紹介していきたいと思います。ただストレッチといっても本当にたくさんの種類があるので、カテゴリー別とかにして、紹介していったら分かりやすいかなって思うので、そういう感じでやっていきたいと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。